演舞開演。本日はこちらドミノピザのチキン盛りを食べたいと思います。あ、なんだっけ、名前忘れた。まあいいか。はい、こちらのナゲットとこの辺は以前食べたことありますね。そしてこちらにちょっと見えにくいですけどからもう早いですね。から揚げとこちらに以前食べられなかった炙り焼きチキンがあるんですよね。ではこちらのケチャップは今回初めて食べるやつはその味を味わえたのに、こちらに手づかみでいっちゃったらお料理悪いですよね。まあ唐揚げ手で持った後に匂いなって話ですけど、というわけですので、まずは以前食べたこちらの2種からいただきます。今にして思えば横にしてみせればよかったですよね。最初前回同様ナゲットはほっくり、フライドチキンがサクッとした香ばしさがあって美味しかったです。では続きましてはこちらの今回初となる唐揚げいただきます。サクッとしてるのかな、しっとりなのかな。ナゲットとは違うしっとり感がありますね。しっとりなんですけどやっぱり和の味付けがあるのでナゲットとはまた違った美味しさがありましたね。ピザ屋さんの唐揚げも侮れませんね。ではラストこちらの炙り焼きチキン、あーこれも骨付きなのかな、丸かぶりしていいですね。ではいただきます。いつかリベンジを誓っていたこちら期待通りです。いや期待以上だ。炙り焼きチキンはかぶりついた瞬間にスパイスが効いた香ばしい鶏肉の旨味が口にふわっと広がって程よい刺激を与えてくれて本当に美味しかったです。もうちょっと大きかったらよかったんですけど、まあピザ屋さんですからね。あくまでメインはピザということなのでしょう。鶏焼きがメインになっちゃうと鶏焼きさんになっちゃうんです。鶏焼きよりもおかしいけど。というわけで今回の唐揚げと炙り焼きチキンはこちらの評価とさせていただきました。それではカツオを見て髪がなびくほど嬉しきや漁師さんなのでしょうかね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞閉園。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。